おっチャンネルです。どうも、今日はですね、私が普段仕事でお世話になっています、津市にあります三重テレビ放送に来ております。今日はね、これからロケなんです。ロケ、はい。なんとおっチャンネルがテレビに進出いたします。おっと始まりました、おっ TV。 この番組はですね、 YouTuber のおっちゃん、私がですね、三重県のおっと驚くスポットですとか人物をご紹介していきたいと思います。というわけで今回やってきましたのは、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。嬉しいな、こうやって運転してくれる人がいてですよ。こんなの僕ないですもん、経験が。きっとそうでしょうね。あ、ディレクターのののちゃんです。こんにちは。ののちゃんは愛知県在住で、はい、お酒が好きで、はい、ディレクターとして長いんですもんね。そうですね、社会人になってからは10年ずっとそうですね。戸谷さん、はい、僕は今ちょっと車酔いに、はい、音声さんと、はい、アシスタントさんって感じですかね、はい、じゃあ後でまたご紹介を。伊勢海老、伊勢海老、伊勢海老、せこいないや、大変なんです、なくすとセクハラしてください。セクハラしていいんですか。いいです。これがプロの仕事ですよ。今ホワイト撮ってます。こうしようか、自分を撮ってればいいか。あそこからね。おっと始まりました、あ、ごめんなさい、おっチャンネルというところだった。おっと始まりました、おっ TV。 この番組はですね、 YouTuber のおっちゃん、私がですね、三重県のおっと驚くスポットですとか人物をご紹介していきたいと思います。じゃあですね、OK だって。こんにちは。どうも、こんにちは。どうもご無沙汰しております。ところを見せてもらってもいいですか。せっかくなんで。何でしょう。伊勢海老を見ていただこうかな。わー、来たよ伊勢海老ちゃん。ちょうど美味しいぐらいの。こんな感じの伊勢海老。うわー。こういうふうにできますので。これじゃあここに来ても買えるんですか。あ、もちろん、はい、販売の方させていただきます。そうなんですね。はい。いいですね。皆さん、アッパ貝って知ってます？これ、あ、別名で言うと、ヒヨキ貝とか、アッパッパーとかね。はい、そうですね。あんまりね、流通してない貝でもありますよね。そうですね。うん。これはもう、サザエ。はぁ。これもみんなあれですか？この前の港に。あの、すべてあの、うちのものを使っております。仲卸とかされてて、はい、このコロナ禍というのは、かなり影響があったんですか？そうですね。影響がかなり出ております。はいはいはい。それはやっぱり、何ですか？卸し先が減ってる。あ、はい、うん、やはり飲食店さんの営業等の断食だとか、リスク等の影響の部分がありまして、やはり出荷数はかなり減ってるです。どれぐらいって、まあ、あまり具体的には言いにくいでしょうけど。そうですね、うん、およそ半分。半分、それはかなり厳しいですね。アッパ貝が6つの、
サザエも6つ、はい、そこに整理を氷で締めた状態で、はい、ちょっと今生きてますけどね、元気ですけどね、はい、はい、あら最高ですね、最高。いやいやいや、もうこれもう南伊勢の海の幸もうギュッとこの中入ってるじゃないですか。はい、もう入ってますので、ああ自慢のセットです。すいません、ちなみにこれおいくらで？はい、税込みで1万800円で。税込みで1万円で通販番組か、はい、すごい。でもすごいですね、はい、これ1万ってかなりお買い得。お買い得ですね。ねえ、はい、ぜひうちの素晴らしい海の幸を。はいはい、これめっちゃ楽しみですね。これ食べ方としては、はい、やっぱり海鮮バーベキューみたいな感じがいいですか？そうですね、バーベキューで焼いていただいて、はあ、召し上がっていただく、うんうん、で、サザエ、お刺身でも、はい、焼いていただいても美味しいですし、 お刺身でもいける？全然もちろん大丈夫です。ごつ通りでございます。ごつ通り、じゃじゃーん、はい、あ、素敵。素敵、ナイス商品だった。ああ。テープちょっとちょうだい。はい、うわあ、いい絵だ。ご覧ください。でもこれ最高の眺めじゃないですか。この焼いてる風景の向こうが海ですよ。こんな贅沢していいんでしょうか。ありがとうございます、本当にこんなの。いやー、元気ですね。元気ですね、うん、確かにこれ包丁で切ると怖いですもんね。怖いですね、滑ってね、はい、うん、でも一番安全かつ、はい、確実な、はい、うん、そうですか、ハサミでいっちゃう。あら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 、ちょっと美味しい味噌の部分とちょっと出てきましたよ、いろいろと、はい、あら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 。で、今炭火ですけど、はい、まあ、ご家庭ですとオーブントースターで入れていただいて、はい、入れていただければ。あ、このまま、はい、こちらで。なるほど。で、まあ、今回入れてますけど、もちろんお刺身でもいけますので、はいはいはい、こういう半身にしたものを、おや、指で、指で、はい、ギュッと、はい、身を取っていただいて、うん、はらちょっと見てください、これもう光り輝いてますよ。そうですね、焼き上がるまでに、はい、一度お刺身も一回楽しんでみて。うわぁ、来ちゃいました、来ちゃいました。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、カメラちゃんも、ののちゃん、カメラ、ののちゃんカメラ、はい、ディレクターにカメラを撮っていただいて、それではいただきます。すいません、本当に第1回目からこんな素敵なロケでいいんでしょうか。いただきます。なんすかこれ。もう僕醤油とかないんですかって言おうと思ったんですけど、はい、全然いらんですね。はい、こちらで全然美味しい。なんて言ったらいいんだろう、甘いんです、めちゃくちゃ甘いんです。で、その後に海の旨味って言ったらいいんだろうか、なんか磯の香りがすごく濃厚なんですね。はい、味噌、ね、味噌ですよ。これこのままいっちゃっていいんですか。はい、本当、こんな申し訳ない、本当にもう俺、神さんに怒られるんだ、これ食べてるとな。うわ、うまっ。日本酒ください、日本酒もう僕カメラ放棄しましたから、あと食べるだけ。アッパ貝、皆さん、これが、南伊勢、宿田佐の港に上がったアッパ貝でございます。アッパ貝、陽気貝、これもこのまま。はい、そちらでそのまま。これでもちょうどいい火の通り具合ですね、今ね。これすいません、絶対熱いですよね、これ。
に、はい、もう他に言葉が出ない。ありがとうございます。あのこの周りについてるなんですか、シャコシャコしてる、シキシキしてる、はい、あれが歯触りが良くて、じゃあ中の貝柱がトロンと溶けるぐらいの柔らかさですね。美味しい。ビールください、ビールビールいただきますね。すいません、もう見るだけで幸せ。いただきます、マヨネーズ和えた感じ、あ、何で？マヨネーズ焼きです。マヨネーズ焼き、伊勢海老のマヨネーズ焼きでございます。いただきます。大西さん、お土産本もらっても大丈夫ですか？はい、何しましょう。伊勢海老さんとアッパ10ぐらい欲しいんです。はい、あ、はい、それだけで。あ、はい、サイズとかなんか希望あります、伊勢海老。あ、いう先ぐらいの、なんか先ぐらいの、はいはいはい、3匹3匹もある。はい、ギギ言ってます。うん、ね、今日はテレビのロケで、南伊勢のシュクーラ、ヤマキン商店さんね、取材してましたが、実はちゃんとお土産をね、恵美子さんのために買ってきてました。私もね、持つことをひるみがひるまない。いろいろあったけど、恵美子は元気です。な、恵美子。え？恵美子じゃねえし、元気じゃねえし。恵美子じゃねえよ、こいつは。葉っぱがいいよ。出た。ね、もうすでに2尾食べておる。あ、そっか。早いね。早いですね。出た。夢のぶっ込み食い。うまっ。うん。完全に火が通るとパサパサになっちゃうよ。うんうん。